最終セクションに入っていきました。7台のエントリー、この予選ヒート1で特に注目なのは、今シーズンミニクラス第5戦から参戦をしておりましたグローバル ALE 川瀬明人がいいタイムを叩き出しまして、セカンドグリッドを取っているところです。さあ隊列ホームストレートに戻ってきました。さあシグナルブラックアウトスタート。ミニクラスマックスフェスティバル予選ヒート1スタートを決めていきました。インカワスタートがいいスタートを決めていきました。ホラチが一度前に出ましたが、早くも果敢に突っ込んでいきますのは山下大輔。ホラチに続いて山下が2番手、3番手争いテールトゥーノーズで5コーナーへと向かっていきます。一段ホラチを先頭に立ち上がってまいります。ホラチ、山下、そしてゼッケン5番の酒井俊が3番手、その後ろには井上大和が4番手です。セカンドグリッドからの川瀬明人は100も落としてしまいました。そしてタコツボから立ち上がってくる、インサイド飛び込もうと順位を回復しようと試みているのが川瀬明人。11コーナーから12コーナーへと向かっていく一列渋滞の7台、間隔はそれほど空いてはおりません。オープニングラップトップで戻ってきましたのはゼッケン2番ホラチ亮太、2番手山下、3番手がゼッケン5番の坂井俊、4番手の最早くもテールトゥーノーズ、ヌイヤマトと川瀬明人のバトル、その後ろもバトルが行われている甲口翔平と栗山正樹。水波シリーズを見てみますとトップ争いをしています栗山正樹、最後尾からのスタートとなりました。さあそしてホラチと山下のバトルが早くも始まっている。5コーナーから立ち上がってくるホラチが先頭、2番手山下続いております。3番手の酒井仁、4番手の井上大和、そこそこからの立ち上がり、4番手5番手との間が空いておりまして、5番手にはゼッケン6番の井上大和、甲口翔平、そして最後尾に現在つけておりますのが栗山正樹。2周終了、3周目に入りました。3番手争い、川瀬明人、タイムが出せるその自信が自分の力、そして走りに生きているでしょう。どのコーナーでも果敢に突っ込んでいきます川瀬。そしてトップ争いも山下大輔、5コーナー前で飛び込みましてトップに浮上。山下ホラチというオーダーに変わりました。トップ集団は4台、山下を先頭にタコツボから立ち上がってきます。山下ホラチ、鉄拳5番の酒井仁、このトップ集団は前3台がルーチェモータースポーツのドライバーです。ルーチェも、失礼、フラチ亮太はシュウィズ KP バズからのエントリー、フラチは現在2番手です。山下がルーチェモータースポーツ、2番手のフラチが今入っていきます。横に並びかけるが2コーナーでは一度引いて、今度はアウトにマシンを振った。ミドルラインから立ち上がってくるのは山下大輔、5コーナーに向けてオーバーテイクを込めるドライバーはいるか。ややタイトに立ち上がってくるのはホラチ亮太。3番手の酒井仁は今シーズンはミニクラスとジュニアにタブレントリーをしております。この酒井仁もルーチェモータースポーツからのエントリー、さらにその酒井仁の後ろにつけていますのは川瀬明人。セカンドグリッドからのスタート、スタート直後少し出遅れてしまいました川瀬明人ですが、しっかりとトップ集団つけております。そしてついているだけではありません。1コーナーでもそして5コーナーでも狙っていきます。残り周回は3周、トップ集団の後ろ第2集団でも現在2コーナー手前でもバトルが起きております。井上大和を先頭に栗山正樹、甲口翔平の3台のバトル、トップ集団は5コーナーから立ち上がってきます。山下大輔、ホラチ亮太、酒井仁、川瀬明人がタコツボインサイドに飛び込みまして3番手に浮上です。立ち上がりもよく川瀬明人3番手に浮上。セカンドグリッドですから、セカンドグリッドからのスタートでしたから、ポジションを1つずつ戻していくという状況にはなっておりますが、しっかりとトップ集団のバトルを行いながら現在3番手に浮上、ホームストレートに戻ってきました。残り周回は2周に変わります。山下大輔は先ほどの周回50秒989、爪に対して自己ベストをマークしています50秒997で走行しています。ホラチ亮太、トップ2のギャップはコンマ3秒です。
3番手4番手のギャップ、ここもコンマ3秒となっています。そして他国語へと向かっていく残り周回は1周半です。トップ集団は他国語からの立ち上がり、さあその後ろ第2集団スリーワイドになりながらバンダイがひしめき合って、5番手争い栗山雅樹が前に出ていきます。歴戦3番の栗山雅樹、11コーナーへと向かっていくこの第2集団を率いています。そして最終コーナーから立ち上がってきます。山下大輔を先頭にファイナルラップに入りました。トップ2のギャップはコンマ4秒。3番手4番手争い、川瀬と酒井のバトルが起こるかどうか、残り周回は1周です。その後ろの栗山雅樹を先頭にした第2集団のバトル、一旦引っ込んでいくのは甲口翔平ですが、オーバーティングには至りません。トップ4は少しばらけてきました。残りは1周、トップ5、山下大輔、このフェスティバルしっかりと予選も全て、そしてプレファイナルもトップチェッカーを受け、ゴールから出走しマックスフェスティバル完全優勝を狙いたいと思っている山下大輔、最終セクションから立ち上がってきます。しかしそれを許すかどうか、ホラチ亮太、今ホームストレートへと向かってきます。今トップチェッカーを受けていきましたのはデッキ1番ルーテモータースポーツ山下大輔、2番手にはホラチ亮太、3番手今シーズンの最上位は川瀬明人、4番手には酒井仁、5番手争い栗山雅樹が制し、6番手には乾大和、7番手には甲口翔平となりました。